はあ、そうだね。あと、近々ちょっとさ、やっぱり、実現しちゃって、みやこさんとのラジオでの方でも話したんだけどさ、実際に本当に建築現場行くことになっちゃって、俺。それもちょっと鬱なんだよな。もう近々なんじゃねえかな。なんで俺は、配信でやりたいわ。なんで俺は、オープンレックのなんなら副業みたいな方になんか本気出してるのかなと思って。うん。配信映えのために多分過剰に怒ってくれると思うんだよね。俺はわかんないけど、まだ、詳細とか俺は何も知らないけど、どうせそうじゃん。配信とかでさ、なんか、要は、そういう動画の映えを狙うために、絶対にそういう普段のアクセルよりも、上がったボルテージ上げた状態で俺にかかってくると思うのね。うん。やばいよな、マジで。だからそういうのも含めて、ちょっと、なかなか、身構えとかなきゃいけないのかなと。思うよな、マジで。うん。プンレクお前のこと舐めてるぞ。俺もプンレクのことちょっと舐めてるから。まあ、お互いが舐め合ってる関係性ってのが一番ちょうどいいんだよな。俺も、だって、視聴者のみんなも俺のこと舐めてるし、俺もみんなのことを全然下に見てるし、だからやっぱそういうね、なんか、変にどっちかの、なんか、上みたいな、そういうなんかね、定義付けができない方が、よっぽどいいんですよ、そういうのって。うん。やっぱお互い下に見てるから、それぐらいがちょうどいい、マジで。すごいよね。いや、俺もさ、プンレクのでも水増しってネタかと思ったら、そのさ、みやこさんとのラジオでさ、オープンレックがさ、なんか、オープンレックの、まあ、水増しって言ったらオープンレックもなんですけどね、ガハハって言ったら、いつもさ、こう、ガヤ入れたり、笑い袋に徹してくれてるスタッフさんの顔が急みんなキリッてこう止まったから、ちょっと俺は今後触れないようにするわ。マジで。なんか怖いわ。普通に。今までこうやって笑ってこうさ、後ろでガヤ入れてくれてた人たちが急にこうなったんだよ。普通に怖くない？ なんだっけ？確か、俺とみやこさんがなんかプンレクのね、番組の限定のスタッフができたって、スタンプだ。スタンプができたっつってお披露目みたいな感じになって、で、みやこさんの方が俺より数が多かったのね。で、その数が多い理由が、なんか、みやこさんは左右毛のスタンプ使ってるから、それ左右反転してるだけだよ、みたいな感じで言ってたんだけど、あ、じゃあそれは、じゃあそれ水増しっすね、みたいな。プンレク、ここも水増しするんかって言ったら、ピタってなった。うん。